ノーム・チョムスキー、エイブラム・ノーム・チョムスキー、1928年12月7日台、は、アメリカ合衆国の哲学者、言語哲学者、言語学者、認知科学者、論理学者、マサチューセッツ工科大学の言語学及び、言語哲学の研究所教授、兼名誉教授。妻は、言語学者、教育学者のキャロル・チョムスキー、 ノーム・チョムスキーは1928年12月7日、アメリカ合衆国ペンシルベニア州フィラデルフィアの近郊で生まれた。父は当時ロシア帝国支配下のウクライナで生まれたが、戦乱を避けて1913年にアメリカへ渡った。メリーランド州ボルチモアの作詞工場で働き、貯蓄してジョンズ・ホプキンス大学で学んだ会もあり、市のヘブライ人系小学校教師の職を得た。 現在のベラルーシで生まれ、アメリカで育ったエルシー・シモノフスキーとの結婚を機にフィラデルフィアに移り、夫妻はミク・バイスラエル宗教学校で教鞭をとった。とても恩和で真摯、そして魅力的な人物と評されたウィリアムは、ここの校長にまで出世し、1924年には教師養成講座に最年長の教授に就任、1932年からは教授朝食を務めた。 1955年からあでも、教弁を取ったウィリアムは、別に中世ヘブライ語の研究にも取り組み、一連の著作も発表した。ノーム・チョムスキーは、不再発の子供として生まれた。5年後に生まれた弟デビットとは、仲が良い兄弟だったが、気楽な弟に対し兄は負けず嫌いの性格だった。両親の母語は、イディッシュ語だったが、それを家庭内で使うことは戒められた。 夫と異なり、エルシーはごく普通のを喋った。兄弟は、ユダヤ人社会で育ち、ヘブライ語を習い、アハドハームの著作など労働シオニズムに影響を受けていた一家にあって、よくシオニズムの政治理論について語り合った。子供の頃から、ユダヤ人として、特に、フィラデルフィア在住のアイルランド系やドイツ系、共同体から受ける、反ユダヤ主義に直面し、ナチスドイツのフランス侵攻を祝う。 ドイツ人のビアパーティー貼れられないものとなったという。ノームは両親を政治的にはフランクリン・ルーズベルト率いる民主党を支持する中道左派だと言及したが、彼自身はエレグーに所属する社会主義者の親族らから影響を受けて極左思想を持つようになった。また特にあまり教育を受けていなかったが、ニューヨーク市で所有する新聞販売スタンドで集まった。 サハユダヤ人たちと毎日のように議論を交わす彼のおじに大きく影響された。一家で街中に出かけると、ノームは左翼やアナキスト系の書店に行っては政治に関する本を熱心に読んだ。後に振り返って彼は無政府主義思想と出会えたことは幸運なる偶然であり、旧神道を制御して平等な社会を実現する選択肢だと信じられていたマルクス・レーニン主義という他の 求心的左翼思想に対する批判的態度を形成することができたという。ノームは初等教育を競争をさせず生徒の興味を伸ばすことに重点を置き設立された独立系ので受けた。ここで10歳の時、彼はスペイン内戦によるバルセロナ陥落を受けてファシズムの拡散を取り入った初めての記事を書いた。 十二から十三歳の頃にはそれまで以上に無政府主義政治への系統を強めた。十二歳の時にの中東部へ進学し多くのクラブや共同体に参加したが、そこでの階層的で厳しい管理が行き届いた指導方法に等枠させられた。高校卒業後の九百四十五年、ノームチョムスキーはペンシルベニア大学へ進学し、や、ネルソン・グッドマンらから哲学を ゼリグ・ハリスらから言語学を学んだ。ハリスの講義は、ノームに、言語構造の線形写像、文章の中の部分的な集まりから、他の集まりへの対応付けといった解析法の発見をもたらした。1951年の修士論文、The Move for Funny Mix of Modern Hebrew 現代ヘブライ語における、携帯音素論で、彼は、携帯音素の規則を示した。 そして1955年、ペンシルベニア大学大学院博士課程を修了し、言語学の博士号を取得した。1951から55年にチョムスキーは、ハーバード大学のジュニアフェローに選ばれており、その研究が生成文法論に結実した。その後1955年から MIT に勤務した。チョムスキーは、ニューヨーク市を訪れては、イディッシュ語の無政府主義経雑誌、 の事務所へ頻繁に足を運び、同志にににしていた、アナルルルコ・サンディカカリストのルドルフ・ロッカーに傾倒す。後に記したところによると、ロッカーの仕事から無政府主義と古典的自由主義の関係に気づき、後に研究の対象にしたという。他にも政治思想家ではアナキストのや社会民主主義者のジョージ・オウェルやバートランド・ラッセル、またヒボリシェビキ・マルキシストのカール・リープ・クネヒトやカール。 コルシュ、ローザルクセンブルクラの著作を制読した。これらに目を通す中で、チョムスキーはアナルコサンディカリスト社会に共感し、オーウェルの著作、カタロニア参加で知ったスペイン内戦の間に結成されたアナルコサンディカリスト共同体に惹かれるようになった。チョムスキーは1944年から1949年にかけて、 ドワイト・マクドナルドが発刊した左翼系雑誌を愛読した。当マクドナルドは当初こそマルキシストの観念を堅持していたが、1946年にこれを捨てて無政府主義と反戦という奇妙な神にふけるようになった。チョムスキーは後に無政府主義に対する興味が応報と発達をなしたと同志に書いた。20代の終わり頃にはマルキシスト思想家で、 協議会共産主義者のが発行する定期観光誌の読者になった。この雑誌は、ヨシフ・スターリンのソビエト連邦と第二次世界大戦後の発展を批判的評した。チョムスキーは、マルキシストの理論根拠を受け入れなかったが、協議会共産主義者運動からは強い影響を受け、アントン・パンレ・クークやカール・コルシュラなどの生きたマルキシストの著作を貪欲に読みあさった。チョムスキーは、 マティックと個人的な知り合いになるが、後に彼を指して私の考えにぴったりな正当派マルキシストと評した。また彼はにも加わっていたジョージスピーロが率いたマーロンイツという曖昧なハンスターリン的なアメリカ人マルキニスト集団が持つ政治理論に大きく関心を持った。この集団は第二次世界大戦は西側の資本家と国家資本主義の政府である ソビート連邦が主導し、ヨーロッパのプロレタリアートを潰そうとした、イカ様だったと主張し、この観点にチョムスキーは同意した。チョムスキーは、ミクベイスラエル学校の同門で、幼馴染みのキャロール・ドリス・シャッツと恋仲になり、1949年に結婚し、彼女が2006年12月に、癌で亡くなるまでの59年間連れ添った。夫妻には二人の娘とダヤン、息子、 ハリーを得た。1953年に一時イスラエル、キブツに住んだ。この滞在について聞かれた際、チョムスキーは、失望でしたと答え、そこは好きだが、イデオロギー臭い雰囲気には、我慢できなかったと言い1950年代初頭のキブツにあった、熱狂的愛国心とスターリンの助けを受けた、キブツ在住の多くの左翼系メンバーが、ソビエト連邦の可能性に満ちた将来と現在の、 関係をバラ色に染める様子も同様に見ていた。彼の業績は言語哲学、認知科学分野にとどまらず、戦争、政治、マスメディアなどに関する100冊以上の著作を発表している。1992年のによると、1980年から1992年にかけてチョムスキーは存命中の学者としては最も多く、 全体でも8番目に多い頻度で引用された。彼は人文社会科学書分野における巨界と表現され、2005年には投票で世界最高の論客に選ばれた。チョムスキーは現代言語学の父と評され、また分析哲学の大一人者とみなされる。彼はコンピュータサイエンスや数学、心理学の分野などにも影響を与えた。 言語学関連の初の書籍を発行した後、チョムスキーは、ベトナム戦争の有名な批判家となり、政治批評の本を発表し続けた。彼は、アメリカの外交政策国家資本主義、報道機関等の批判で有名になった。との1988年の協調など彼のマスメディア批判は、マスメディアなどにおける、プロパガンダモデル理論を明確に分析した。彼は、自らの視点を、 啓蒙主義や古典的自由主義に起源を持つ中核的かつ伝統的なアナキズムと述べた。チョムスキーの提唱する生成文法とはすべての人間の言語に普遍的な特性があるという仮説をもとにした言語学の一派である。その普遍的特性は人間が持って生まれたすなわち生徒的なそして生物学的な特徴であるとする言語性特説を唱え言語を 人間の生物学的な機関と捉えた。初期の理論である変形生成文法に用いた演疫的な方法論により、チョムスキー以前の言語学に比べて飛躍的に言語研究の質と精密さを高めた。チョムスキー以前の言語学では、フェルギナンド・ソシュールの学説や、レナード・ブルームフィールドのアメリカ構造主義を基盤とする言語形式を観察、記述する。 構造主義的アプローチ、構え主義言語学、または構造言語学というが支配的であったが、これに対し生成文法は言語を作り出す人間の能力、あるいはそのメカニズムに着目した点が画期的であった。より具体的に言えば、適切な言語形式を算出する能力、言語能力と実際に算出された言語形式、言語運用等を厳密に区別し、 全社を研究の焦点としている。チョムスキー自身は、ソシュールの熱烈なファンであり、熱心な読者でもある。彼以降、言語学は認知科学や、計算機科学と強い親近性を獲得した。また、統合論の自立性を主張したことで、かえって意味論や語用論などの隣接分野も浮き彫りに、する形となった。この生成文法は、チョムスキーが、ハーバード大学で、 ジュニアフェローとして過ごした時期の考察に橋を発する。坂井国義は1990年代のミニマリストプログラムへの大きな変化を一人の人が天道説と地道説の両方を作り上げるようなものであると批評していて、チョムスキーの次の言葉を紹介している。もしあなたが孤立して世の中の誰とも全く違っているとしたら自分の気が変になったか。 どうかしたに違いないと思い始めるでしょう。あなたが他の人々と何か違ったことを言っているという事実に負けないためには強い自我が必要です。一方で、生成文法の徹底した演疫的な手法や言語の自立性を強調する点に関して、いくつかの立場から批判がなされている。例えば、認知言語学は言語を人間の認知体系から自立させて考えるとに、 批判的な立場であり、人間の脳内に自律的に言語を司るモジュールが存在するとする生成文法の仮説を批判している。また、言語処理を自然現象と一部として扱い、他の自然科学、例えば脳科学と統合され得ることが示唆される、生成文法は、心身二元論の考え方とは相入れない。現代の言語学を語る上で、チョムスキーの言語理論を避けて通ることはできず、 その影響は、自然言語研究だけでなく、コンピュータ言語、哲学、数学などの分野にも及んだ。社会哲学的には、ビルヘルム・フォン・フンボルトや、ジョン・デューイから、思想的には、スペイン内戦時のカタルーニャ地方バルセロナにおける、極度に民主的な労働者自治によるアナキスト側から強い影響を受け、権威主義的な国家を批判するリバタリアン社会主義、アナキズムに関わり、 アメリカに対頭するネオコン勢力によるアフガン侵攻、イラク侵攻やアメリカ主導のグローバル資本主義を批判している。特に2001年のアメリカ同時手発テロ事件以降はその傾向を強めており政治関係の著作も多数ある。2006年にベネズエラのウーゴ・チャベス大統領が国際連合総会で アメリカが州国大統領ジョージ W ブッシュを悪魔と批判する有名な演説を行った際には、チョムスキーの派遣化、生存化、アメリカの世界戦略と人類の未来をらしめして、アメリカ国民は、ぜひこの本を読むべきだと語り、書籍の憂い行きに貢献した。ポルポトを擁護していた過去があり、そのことを隠蔽しているとよく説明されるが、 現在ではそれは完全な誤解であるという見方もある。この件について、チョムスキー自身は、私は国際連合においてアメリカが支援していたティモールでの虐殺について証言を行ったことがあり、その時、それとポルポとの虐殺とが類似しうることをたまたま述べた。実際それは類似していたのだと説明している。アメリカについては、大義の名のもとに虐殺を行っているとして、 常々非避難している。イスラエル政府や、その支持者、同政府に対するアメリカの支援などに、極めて批判的で、イスラエルの支持者は、実際のところ、道徳的堕落の支持者に他ならないとまで述べている。こうしたことから、ユダヤ人国家としてのイスラエル建国には、不支持を貫き、ユダヤ人なり、キリスト教なり、イスラム国家という概念が適切とは思えない。アメリカ合衆国を、 キリスト教国家とするのはおかしいのではないかとしている。1980年代には、ホロコースト否認論者であるが、ホロコースト否認を理由として、大学を解雇され、チョムスキーが友人の頼みで、処分に抗議する文書に署名を行った。その後、ホリソンは、自らの著書に、チョムスキーの文書を序文として掲載したことが、問題となった。チョムスキーは、 その本の内容まで肯定したわけではない。過去の本で強い言葉で、ホロコーストを非難している、ホロコーストを否認したからといって反ユダヤ主義者とは考えられないとコメントしている。昭和天皇は最大の戦争犯罪人であると主張しており、戦後にわたって昭和天皇の戦争責任をタブー化し、問題にしなかったとして、日本の知識人を批判している。チョムスキーは、 自身をアナキストだと認めており、十代の頃にアナキズムに魅了されて以来その考えは変わらないと明言している。彼はアナキズムについて、生活のあらゆる側面でのケニー、ヒエラルキー、支配の仕組みを探求し、特定し、それに挑戦することにおいてのみ意味があると思っています。と言い、これら、ケニー、ヒエラルキー、支配は正当とされる理由が与えられない限りは、 不当なものであり、人間の自由の領域を広げるために廃絶されるべきもの、権力には立証責任があり、それが果たせないのであれば廃絶されるべきであるという信念。これが私のアナキズムの本質についての変わらぬ理解ですと、その考えを述べている。彼はとりわけ、アナルコサンディカリズムを政治思想の中核に据え、高度な先進産業社会にふさわしい合理的な、 組織化のあり方と評価している。彼は、アナルコサンディカリズムの強的な意義について、産業化と技術の進歩が広範囲な自己管理の可能性を開く、そこでは労働者が差し迫った問題に自ら対処する。つまり、工場の指揮や管理だけではなく、経済の仕組みや社会制度に関することで、地域あるいはその範囲を超えた計画の立案に関することで、 重要な実質決定を行えるような地位を得るのです。と印付け、手段の機械化が進んだ現代においては、労働者が自らの工場の運営に携わることにより、必要労働を機械に委ね、人間は自由に創造的労働にあたることができるようになると説明している。以下、著作者名がノーム・チョムスキーの場合は著作者名を省略する。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。